はい、プレーボールどうも野球人です。今回は中日の保証強のお話をしていきたいと思います。まあかねてからですね、中日キャッチャーがいないとですね、私の動画でもお話してきたんですけれども、まあいよいよねこの保証強について、現実味を帯びてきたというお話ですね。でまずはこちら見ていきましょう。はい。では、中日の捕手から見ていくとですね、中日のキャッチャーのイニングとしてはですね、木下選手が今季は 1013.1 イニングということで、まあ、ほとんどですね、木下選手が、1軍のキャッチャーを務めました。で2番手としては石橋選手が 178.2 イニングと、で、大野選手が45イニング。で、まあ、あとは桂選手と郡司選手がですね、ちょっとずつ守ったというところでございました。で、今季のキャッチャー陣見ていくとですね、桂選手、山下選手、そしてアリエルが3人ね、リリースということになっておりました。で、来季捕手陣はですね、まあ、一応6人体制ではあるんですが、郡司選手がどうなるかわからない。そして石橋選手が、手術ということになっておりますので、開幕に間に合うかどうかっていうのが不透明というところでございます。で、新たにですね、キャッチャー、ルーキーで加わってきたのは山浅選手、高卒ルーキーの選手、そしてねもう一人のキャッチャーは宮選手がいるんですけれども、彼も高卒2年目というところで、まあどのくらいできるかわからないというところになればですね、まあ明らかにこうキャッチャーの人数が不足していると。現にですね、郡司選手を入れてもキャッチャー6人12球団最少人数ということになっております。中日はですね、育成のキャッチャーがいないため、まあ12球団見渡してもまあダントツで少ないよねと。まあ大体ですね、こう試合が育成入れて、まあ1年間戦っていくには7人のキャッチャーがいるというふうに言われているんですよね。なので来年ですね、キャッチャーをやるかどうかわからない郡司選手含めて6選手っていうのはかなり少ないと。まあさらに高卒ルーキー1人となればですね、なかなかこう計算もできにくい状況ではありますので、まあ何かしらね動いてくるんじゃないかというところがですね、ずっと言われておりました。でそんな中ですね、いよいよこう立浪監督の口から、このような発言がありました。今キャッチャーが人数的にもそれと2番手というふうに考えた時にどうしても戦力的に足りないので、キャッチャーは1人欲しいなというふうには思っていますねということで、まあやはりねこう補強に動く方針ということが判明いたしました。今までね、こう足りないと外部からは言われてきていたんですが、球団からの声っていうのがいまいちね聞こえてこない状況でございましたが、まあ辰巳さんが言うにはですね、まあやっぱ人数的にもね戦力的にも足りないので、まあ動いてくると。まあその中でもやっぱ注目はですね、2番手というふうに考えた時という発言ですよね。まあ人数合わせで獲得するだけならですね、まあこう戦力外から獲得とか、まあ育成選手で囲っとくとかですね、まあいろんなパターンがあるんでしょうけれども、まあそれなりにね一軍で働いてくれそうなキャッチャーを取りに行くというところみたいですよね。はい。ではですね、まあどっからじゃあ取ってくるのかというところ、各球団の保守事情というところをですね、しっかりとチェックしていきましょう。はい。では他球団のキャッチャーというところでチェックしていきましょう。まずセリーグですね、キャッチャーの人数だけで見ていくとですね、まあ支配が6人以上、育成込み8人以上の球団は赤くですね表記しております。でヤクルトが支配が5選手、育成2選手といいキャッチャーは多いヤクルトなんですが、実は頭数っていうのはですねそこまで多くないよというところになっておりまして、まあ中日の次に少ないと。で支配下も少ないということですね。で DeNA は支配下6、育成2ですね。で阪神は支配下7、育成0ですね。まあ阪神ね支配下の人数多いんですけど、育成が0っていうところなので、まあヤクルトと並んでですね、やはり人数は少ないかなというところでございます。まあ原口選手がですね、まあ最悪いるっていうところを考えれば、まあなくはないんでしょうけれども、まあそれでもね、なかなか考えにくいのかなというところでございます。であとは巨人ですね、支配下5、育成5ということで、まあ人数はですね合計10と多い巨人なんですけど、支配下の人数はわずか5選手ということになってます。ちょっとねやっぱまあ戦力的にも大城選手以下のですね、第二捕手っていうのがかなり薄くなっておりますし、巨人は3軍までありますので、やはりね人数こそ育成含め多くてもですね、余裕はない球団なのかなっていうところになりますし、まあ、どっちかというとねキャッチャーに関しては、まあ、巨人が欲しいぐらいのね、ところなんではないでしょうか。で広島が試合が8、育成0ですね。広島は非常にねキャッチャー試合下で多いというところになってまして、まあ、中日がね試合が6、育成0ということで、まあ、やはりこう見てもかなり少ないのが中日と。で一方パリーグに関してはですね、まあ、どこもねそれなりに人数はいるかなというところでございます。まあ、オリックス試合が6、育成2、ソフトバンクは試合が8、育成4ということで、まあやっぱソフトバンクがね、めちゃくちゃ多いと。で西武が支配下6、育成3、楽天が支配下6、育成2、ロッテが支配下7、育成2と。で日本ハムは支配下7で育成0ではあるんですけど、アリエル・マルティネス選手獲得のね情報っていうのも出ておりますので、まあ、仮にアリエルが獲得、できるのであれば試合が8ということになりますので、まあ、人数的には十分かなというところでございます。でまあこう見た時に人数でそもそも足切りされる球団はヤクルト、阪神、巨人と。
まあ、この辺は対象外と考えていいんではないでしょうか。トレードの可能性はそもそも薄いなというところになりますので、まあ、それ以外の球団ですね、8球団、もう少し、ね、詳細に一つずつ考察していきましょう。はい、ではトレードというところで見ていきましょう。まず同じセリーグの DeNA から見ていきます。来季の捕手陣はですね、計8名ですね。試合が6期生に伊藤選手、戸柱選手らがね中心となってくるのかなっていうところで、まあ、あとは松尾選手をですねドラフト1で獲得したという経緯もございました。総評見ていくとですね、峰井選手が抜けて戦力ダウンな上に、伊藤選手は契約最終年&戸柱選手は来季 FA 取得見込みのため、やはりですね DeNA 的には決して余裕があるわけではありません。さらに育成の東出選手も契約更が終わっておらずですね、万が一のことを考えると人数的にもですね苦しくなるため、トレードの線っていうのはかなり薄いんじゃないかなというところですね。こう兼ねてから戸柱選手と京田選手のトレードがあるんじゃないかみたいなことがですねずっと言われておりましたが、まあ峰井選手が抜けてね、まあ、それが難しくなったよと。まあですが人数にはそこそこね、まあ、余裕はあるんじゃないかなっていうふうにも思われがちなんですけど、やっぱそういうわけではないというか、まあ試合下のですね、まあ、人数的にも、まあ、伊藤選手、戸柱選手以外はですね、やっぱこう一軍でやれる選手っていう見込みはね、なかなか立てていないですし、あとは育成の東出選手がですねちょっとねこう行方不明なんですよね。今どうなってるかわからない状態っていうのもありますので、そういうところ考えたら人数的にもね今トレードしてしまうと結構厳しくなるので、まあ DeNA はちょっとね可能性はかなり、この中では薄いんではないでしょうか。はい、で2つ目ね、広島、こちらも同じセリーグでございます。広島来季捕手陣はですね、試合が8人、相澤選手、磯村選手、坂倉選手、中村選手、石原選手、高木選手、持丸選手でルーキーの清水選手と、やはりね広島的には、坂倉選手の捕手専念というところになりまして、まあ、来季 FA 取得、見込みのですね磯村選手あたりは狙い目かなと。まあやっぱね今季は坂倉選手特に後半からはサードっていうところにですねどっしりついておりましたので、まあ、キャッチャーの出番っていうのが他の選手にも結構あったのかなと。ただね坂倉選手来シーズンは本当にキャッチャー1本でっていうところでございます。まあどのくらいね、できるかっていうのは分かんないんですけど、やっぱ他の選手からするとですね出番っていうのは、おのずと減ってくるんでしょう。まあそう考えるとですね来季 FA 権取得の磯村選手、まあ C ランクですし、まあ、取得したら出ていってしまう可能性っていうのもあると、年俸も高くなってしまうっていうところなので、まあ出すとしたらタイミング的には今なんですけど、まあただ坂倉選手が難しかった場合、まあしっかりと試合に出ないといけないのはこの磯村選手というところになっておりますので、まあ、仮に獲得するのであればそれ相応の対価は当然必要にはなってくるのかなっていう感じはしますよね。まあ、同じリーグっていうところもあるので、なかなかこう成立しにくいところはあるのかなと。で一方で2軍で結果を出している石原選手や、まあ、中村選手あたりだともう少しこう現実味もありそうなところではあるんですけど、まあ、磯村選手でなくても広島はですね割とこうトレードがありそうな球団の一つではあるのかなというふうには感じますが、はい、続いて3つ目はですねオリックスということで、ここからパの球団になります。来季のキャッチャー陣はですね計8選手、試合が6育成に、森選手、若月選手、頓宮選手、石川選手、福永選手、中川選手らが試合下でいるということになっております。やはりねオリックス伏見選手が流出したものの、森選手の加入で昨年に続き12球団ナンバーワンの捕手陣ということになっております。まあこれは間違いないでしょうね。若月選手も、まあかなりですねいいキャッチャーですし、まあ守備はねちょっと問題はあるんですけど、打てる頓宮選手もいて、その中には森選手が加わるとなればですね、まあまあ強いよねと。それだけにね来季 FA 権取得、予定の若月選手、そして使用機会の減少が見込まれる頓宮選手は割と狙い目ではありますよね。ただここもね相当な対価を要求される可能性が高いのかなと。まあ、特に若月選手なんかに関してはですね、先ほど見ていた広島の磯村選手よりもですね年齢若いですし、まあまあ守備力にも定評があるということを考えればですね、もっともっとねこう対価は要求される感じはいたします。まあ、頓宮選手もキャッチャーとしてはですね、来季どれくらい出れるかわかんないんですけど、やっぱこうですね、吉田正尚選手がオスイングで出ていくに、伴って打線のね軸っていうのがいなくなるので、しっかりと打てる頓宮選手をこう放出するとなればですね、まあやっぱここもそれなりに対価が必要となってくるのかなっていう感じはいたします。まあなのでこういい選手が揃っていて、まあトレードしやすそうな感じはするんですけど、ただ実際ねこう実現のハードルっていうのは、まあ中日からしてもかなり高い感じはいたしますが、まあどうでしょうかと。はい、続いてですね4つ目がソフトバンクということで、まあ来季の捕手陣が計12人ですね、12球団最多の人数となっております。支配下がですね8選手いますね。甲斐選手、峰井選手、海野選手、谷川原選手、久喜選手、渡辺陸選手、牧原選手、吉田選手がルーキーでいると。で総評見ていくとですね、峰井選手の獲得もあっ
って捕手の人数はぶっちぎりの1位ですね。トレード候補として有力視されている球団の一つです。なので海野選手、谷川選手あたりをですね、獲得に動く可能性は十分ある一方で、来季3軍4軍で229試合を予定していることも、ソフトバンクはありますので、これだけですね人数がいても本当に頭数が十分かというふうにですね言われているので、まあそこのところで疑問の声は、ちょこちょこ出てきております。まあやっぱねソフトバンクはかなり有力な、球団かなというか、まあそもそも試合下の人数も多いですし、まあやっぱ放出しやすいところではありますよね。ミネー選手も獲得したというところで、まあ今期ね多く一軍にいた海野選手もそこまで出番がなかった上にミネー選手が入ってくるとなればですね、まあますますこう立場っていうのは追いやられていくので、まあ狙い目では本当ありますよねこの辺は。まあただねソフトバンク今年から4軍構想までありますので、そう考えた時にですね、まあがっつり、試合やるにはキャッチャーっていうのはある程度頭数欲しいなっていうところもあるので、まあ言われてるよりはキャッチャーの人数に余裕はないみたいなねところもあるのかもしれませんが、まあでもね十分候補に上がってくるんではないでしょうか。はい、続いて5球団目はですね西武です。来季の捕手陣はですね、9選手ということでちょっと多いですね。試合が6人、育成3人と、試合が岡田選手、柘植選手、古賀選手、長熊選手、斉藤選手。で、ルーキーのね、野田選手がいますと。総評ですね、見ていくと、総人数的には上位の西武ですね。まあ、ただですね、やはり正捕手、森友哉選手の抜けた穴は大きすぎて、来季の正捕手も不透明な状態です。当然ですね、この状況で2番手捕手クラスの選手を出せるわけもなくですね、開幕前の時点ではトレードの可能性はほぼないと見ていいんではないでしょうか。まあ、やっぱね、西武に関しては、まあ、人数はやっぱそこそこいます。試合が6で、育成もですね、牧野選手が試合下の選手だったんですけど、まあ、トミージョンのリハビリで落ちているだけではありますので、まあ、そういうところを考えれば、まあ、そこそこいるんですけど、やっぱまあ森選手が抜けたとなればですね、まあ、チームですね、キャッチャー陣総動員でこの穴をしっかりと埋めたいところではあるんですよね。なので、そんな中ですね、戦力になりそうなキャッチャーっていうのを今ねトレードできる状態では間違いなくないのかなというところではありますので、まあ、ちょっとね西武に関しては人数的には余裕はあるんですけれども、まあね成立は難しいんではないでしょうか。続いて6球団目は楽天ですね。楽天ですね、来季のキャッチャー陣は8選手ですね。試合下は住谷選手、太田選手、田中選手、安田選手、堀内選手、石原選手といます。で、水上選手が奥にね、試合下から育成に落ちているというところがございましたが、はい、総評見ていくとですね、1軍はですね今季ほぼ住谷選手と太田選手で回している状態でございました。キャッチャーの指標で見るとですね、そこまで悪いものではありません。平均より上って感じですね、パリーグの中では。ただね、こう世代交代とかも考えると、そこまでキャッチャーに今現状余裕があるわけではないのかなっていうところはありますよね。まあやっぱね太田選手は若いんですけど、住谷選手35歳というところになっておりますので、まあそろそろねこう次世代のキャッチャー陣で固めたいっていうところはありますので、まあそこまでこう戦力が飽和している状況ではないと。まあしかし、堀内選手、石原選手など2軍でそこそこ結果を残している若い選手はいますので、すぐにですねこう第2捕手とまではいかなくとも伸びしろを含め狙って、いいところなのかなっていう感じはしますよね。年齢的にもですね、まあちょうどいいぐらいのところではありますので、まあそっちに行くね選択肢もないわけではないのかなっていう感じもいたしますが。で、続いてロッテですね。ロッテは来季キャッチャー陣ですね、9選手、佐藤俊也選手、松川選手、田村選手、江村選手、加藤選手、上田選手、柿沼選手、あとはね育成2人がいるという状況でございます。ロッテはですねキャッチャーの人数こそ多いんですが、打力は12球団ワーストということになっております。実績ある田村選手は狙い目ではねあるんですけど、今年契約更改で昇級 B ランク調整を済ましているため、放出は少し考えにくいのかなと。まあやっぱですね、田村選手ね、こう中日とトレードあるんじゃないかみたいなことも彼も言われておりましたが、今季ね全然試合出ていなかったんですけど、まあ結果ですね500万円の昇級、これはねもうがっつり B ランク調整ですね。まあ FA のね流出対策というところでありますので、そこまでしてね、田村選手、残したっていうところになりますので、まあねこうトレードで出す気っていうのはさらさらないのかな。まあさらにこう人数を合わせて他の選手を獲得するにもですね、桂選手とそこまで実績年齢は変わらないため、仮に獲得となればちょっと疑問は残りますよね。まあ正捕手の佐藤選手、去年ドライして取った松川選手は当然出さないとして、田村選手も無理となったらですね、まあ、江村選手、加藤選手、上田選手、柿沼選手の中からになります。まあそうなればですね、まあ正直こう実績年齢ともにですね、まあ、上田選手は若いんですが、他の選手に関してはですね、まあそこまでこう桂選手と変わらないっていうところもありますので、対価まで支払ってですね獲得する選手かっていうとですね、まあそこは疑問が残るところではありますので、まあ人数こそ多いロッテなんですが、まあそこまでねこうトレードの可能性っていうのは高くないのかなっていう感じ
感じはしますし、まあ、仮にロッテとトレード成立したのであれば、まあ、ちょっとファン的にはがっかりな感じはしてしまうのかもしれません。はい、で最後は日本ハムということで、来季キャッチャー陣は計7選手プラスアリエルというところで、伏見選手、宇佐美選手、清水選手、古川選手、田宮選手、梅林選手、郡選手、でプラスアリエルが、来ればですね8選手ということになっておりますが、で伏見選手を補強してアリエル獲得となればですね、今まで弱点であった保守層っていうのが一気に改善され、人数も頭数も十分ですよね。まあ伏見、宇佐美、アリエルのですね、この3選手の布陣に関しては、まあ12球団でもかなりね上の方のキャッチャー陣になってくるのかなと。そうなればやはりですね、実績のある清水選手っていうのはかなり狙い目であることは間違いありません。まあね、12球団見渡しても割とこう可能性があるのはこの清水選手じゃないかなっていう感じはするんですよね。まあただね、日本ハムは投手の人数の比率がね今の時点でかなり多いです。仮にですね、ソフトバンクから人的保障、今ですね、まあ誰になるのかっていうところなんですが、ここでね、まあピッチャーを選択するのであれば、まあ中日もね、おそらく、今一番出せるのはピッチャーかなっていうところでもありますので、まあピッチャーと清水選手の1対1の交換トレードっていうのはちょっとね、難しくなる可能性もあるんじゃないかなというふうには睨んでおります。なので割とこうソフトバンクから人的保障で誰をもらうかっていうのは結構ね、重要な感じはいたします。まあ複数トレードとかになればですね、まあまあそこら辺は挑戦も可能なんですけれども、まあそこ含めね、どうなるかというところでございます。はい。で、ざっと8球団見ていったんですが、まあ、やっぱ本命で言うと、ソフトバンク、日本ハム、この2球団はね、リーグも違うパリーグですし、可能性は高いんじゃないかなっていう感じはいたします。で、対抗馬は広島、楽天、オリックス、あたりかなっていうところですよね。まあ、広島もね、試合が8選手、そこそこいいキャッチャーもいてですね、可能性は高いかなっていう感じはするんですけど、やっぱこう、同一球団のキャッチャーとトレードとなればですね、まあ、あんまね、こう、セリーグはしない傾向にはあったんですよね。調べたんですけど、過去20年で、同一リーグ同士のキャッチャーのトレードっていうのは10件ありました。そのうち8件がパリーグで、セリーグはわずか2件。さらにセリーグに関してはですね、もう10年以上、同一リーグのキャッチャーのトレードっていうのは行われてませんので、まあ、そこら辺も含めて広島1個下げてます。で、まあ、楽天、オリックスと、で、あとはまあ、ロッテもですね、数合わせで良ければここも入ってくるんじゃないかなっていうところではありますが、まあ以上含めてですね、ちょっとねこうどことトレードになるか、皆様の意見ありましたらコメントなどでいただければ嬉しいです。では今日は以上ですね。最後ネットの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットの反応を見ていきましょう。中日補強したいところを出しすぎでは、これじゃあトレードとか足元見られますよということですね。はい、そうですね。まあやっぱね、今回に関してはやっぱ中日かなり後手後手に回っているというかですね、キャッチャーいないっていうのは明らかに分かってますし、まあそれをねこう口にした上での、こうトレード補強というところになりますので、足元はまあ見られるでしょうね。まあ元々キャッチャーっていうポジションもですね、なかなかねこう市場価値高いみたいなところも言われてますし、まあ特に同一リーグの広島なんかに関してはですね、もしねこうトレードの話があるとすればですね、まあ広島がですねそれに応じなければ中日がずっと不利な状況で戦っていくっていうところは分かりきっているので、まあ、よっぽどいい選手ね出さないとこう交換に応じないみたいなパターンも全然あるのかなっていう感じもしますので、まあ、トレードでですね戦力を揃えるっていうねところは個人的に嫌いじゃないんですけど、まあ、ただ一方でそういうねリスクも当然ね出てくるよねっていうところにはなってきますが、でこちら見ていきましょう。中日は星が不足することを分かっているのに、なんで桂選手を戦力化にしてしまったんだろう、誰が獲得できると踏んでいたんだろうかということで、まあ、やっぱ結局ねここに落ち着いてくるのかなというか、まあ、今の状況になればなんで桂選手をリリースしたんだっていうところですよね。まあ、悪くはない補助でしたよね。決してまあ、一軍での経験もね、めちゃくちゃ多いわけではないんですが、少なくはありませんでした。まあ、いてくれればですね心強い存在ではあったんですけど、まあ、ただリリースしてしまったためにですね、まあ、こういう状況になったと。まあ、なので話によると強打選手でいろいろこうキャッチャーをですね連れてくる算段だったみたいなことも言われておりますが、まあ、やっぱそういう流れだったんですかね。まあ、ただねこう桂選手はリリースとなったんですけど、まあ今絶対に第二捕手がですね欲しいかと言われると、まあ絶対ではないと思うんですよね。こう最悪の最悪こう人数だけね頭数集めればいいかなっていう感じはしますし、まあならこう桂選手ねリリースした意味とはっていうところにもなってくるんですけど、まあそうなればせめてこうね若い選手というか、まあ桂選手も30歳31歳ぐらいの年齢でございましたので、まあそれよりもね、5、6歳ぐらい若い選手を、まあ、連れてきたらねこうねまだ納得がするのかなというところにもなってきます。まあ来年ねこうドラフトで見ていくと進藤
選手っていういい選手がね、キャッチャーでいますので、まあ1年間それで耐えて、まあ彼を指名するみたいなね、ケースも全然あるのかなっていう感じはいたしますので、まあ無理してですね、こう第二捕手クラスの選手を取りに行く必要はね、絶対あるかと言われるとそういうわけではないのかなっていう気もいたしますが、まあ果たしてね、このキャッチャー補強、まあ年中だとなかなか成立しないのかなっていう感じもあるんで、まあおそらくこう来年とかになるのかなっていう感じはするんですけど、まあ要注目かなというところでございます。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。